橋本さんって実はこの北海道由仁町に移住をされる以外にも、はい、震災の復興支援とか、はい、土地勘が全然ないところに、いきなり移り住んで、はい、仕事も新しく始めるみたいな、はい、激動の人生をいろいろ送ってこられてますよね。そうですね、よく言えば激動みたいなところはあるんですけど、そんな中でよそ者がポコッと入っていって、はい、復興の支援をさせていただいたり、あるいは移住をしてそこの移住支援をしたりみたいな仕事を立ち上げていかれる中で、はい、地域の方々にご自分が溶け込んでいくとか、はい、新しい仕事を始めていくみたいなところで、心がけてこられたコツとか、同じ移住を目指す方々にアドバイスになるようなことを教えていただけますか。はい、自分がこれから住みたいなと思う街、興味がある街っていうのは、今これだけインターネットを普及していて、情報というのはあらかた事前で収集することができるので、初めて来てここには何があるんでしたっけっていう状態よりは、何と何が有名でとか、どんな地域性があってっていうのは事前に調べられると非常にスムーズに入れるかなということ。それは対人関係も一緒ですよ ね。相手のことを一定程度知って理解したいみたいな気持ちで向き合うとうまくいくけど、相性っていうんですかね、もしくは相性を合わせるための前準備というか必要な部分かなと思うのと、入ってしまえば強引に従いではないんですけども、やっぱり地域に溶け込もうっていう積極的な姿勢だったりとか、地域を知ろうっていう意識ですね。それからローカルに行けばローカルに行くほど、お祭りがあったりイベントがあったりってすると思うんです。矢継ぎ早に参加していくことで、顔を売るっていうと大げさなんですけど、自分っていう存在をまずは認知してもらう。いきなり一般の町民市民地区の人に認知してもらうのって難しいかもしれないんですが、キーパーソンって言いますよね。自治区だったら自治区長、何々商工会の会長とか、そういった方に覚えてもらうだけで、例えばその方がお店を出したいとかっていう時に相談に乗ってくれたりとか、それぞれの方がいろんな形で寄り添ってくれる可能性が高いので、自分から積極的に始めますという形でですね、顔を出していく、話しかけていくっていうのが結構重要なことかなと私は思ってます。ちょっと意地悪な質問すると、人見知りさんにはなかなかハードルが高いような気もするんですけど、そういう場合はどうしたらいいですか。いろんなパターンがあるんですけど、その方がお店をやられればもちろん一目瞭然なんですが、お子さんがいらっしゃる場合、お子さんって絶対 PTA があったり事業参観があったり、親御さんの集まりっていうのがあるので、おのずと知り合う機会ってできるんですよ。そこから少しずつ時間をかけて馴染んでいく。逆に一人で来られる方よりも一回馴染むと関係性が濃くなります。あとはやっぱりお仕事がこちらで就職された方で、それを通じてどん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 飲みにも誘われるでしょうし、いろんなパターンで知り合う機会が増えていって、結果的に5年経ったら知り合いがたくさんいて、住みやすい環境になったっていうのもよくある話なので、引っ込みじゃんだから地方って向いてないのかなっていうのは思わなくて大丈夫です。またちょっと地味な質問になっちゃうかもしれないんですけど、逆に溶け込もうと努力をするプロセスの中で、人間関係が濃かったりとかすると、嫌な思いとかあったりするんですかっていうことと、その場合どうやって乗り越えたらいいんでしょうっていうところ、あるなしで言うと間違いなくありました。それはどちらが悪いとかいうことではなくて、私で言うと新しく入ってきて最初の頃はやっぱり志が同じだったりとか、趣味思考が合うとか考え方が同じであっても、やっぱり人間なので、それぞれの環境とか違う知り合いができれば行動が変わったり考え方も変わるので、今まではすごく合ってたつもりで、そうだよねそうだよねって言ってきたけども、よくよく考えたら考え方少し違うところにいるからみたいな、ゴールが違うと結構大きくて、当たり前ですよね。でもどこにいたって移住しなくたって人間は変わっていきますし、時間軸をかけていろんなことを追っかけている中で、ここは合ってたけどここは違ったねとか、変わりゆくペースが違いますねとか、それはありますよね。そこは気にせず、その人はその人のいろんな人脈を作りながら、ただ一つ言えることは、全く遮断って都会と比べると難しいので、絶対どこかに関わりが続いたりはするので、つかず離れずの関係を保ちながら仲良くと言ったらあれですけども、それがコツって言ったらちょっとおこがましいんですが、私はそうしてきました。そうやっていくつかのエリアで、そして北海道では9年馴染んでこられて、ご自分で事業もされてるわけですもんね。そうですね。それ以外にこれから移住とか2拠点を考えたいと思ってらっしゃる方に、橋本さんからこれをぜひ伝えておきたいっていうアドバイスって何かありますか？精神論に近い内容になってしまうかもしれないんですけど、一番大事なのは思いというか目標ですね。何をそこに行ったらしたいのかっていう、そこが一番大事なところだと思います、ただ残念ながら思いだけではやっぱり実現に向けてなかなか難しいハードルだったりとか、障害っていうのは出てくるので、その中でいかに自分がアンテナを張って、まず自分がどこに行ったらそれが実現できるのかっていう目標を定めながら地域を絞っていくっていうことが一つですね。その中で適正なエリアがもし仮に見つかったのであれば、必ず移住前に何度となく現地を訪れて肌感を感じていただきたいんですよ。客で来るのと住むのって全く違うので、どんなに好きで
でも観光客として訪れている時は、はい、応援というつもりはもちろんたくさんあっても、はい、でも消費者では変わりなくて、はい、共に街を育んでいくというか、うん、そういう人になるわけですよ ね、 ね、はい、シビックプライドが生まれてくる、はい、1、2回来るぐらいだと時間の都合上仕方ないケースもあると思うんですけど、うん、できる限り来る機会を増やす、うん、それからせっかく来るのであれば、うん、友達を作っていってほしいんですよね、うん、お店の人が一番理解を得やすいというか、物を買ったり食べたりしながら仲良くなる、はい、そうですね、飲食店とかは特に移住されて開業された方が多いので、ご相談に結構乗っていただけるようなお店も結構あるんですよ。なるほどなるほど、自分自身が移住先輩であったりする、はい、そこ結構割と近道で、そうするとその後 Zoom だろうが LINE だろうがこういうところ行ってみたいんですけどどんなアドバイスいただけますかとかっていうような関係性ができていくので、うん、その延長上に移住ができると一番理想です、ね、最高ですね引っ越して荷物わーってやってる慌ただしい1週間とかが過ぎた時に、はい、ただ会いに行ける人がいるかいないかって、ね、全然違いますよ ね、 ね、事前情報のネットでは出てこない情報とか、うん、その情報量が圧倒的に変わってくるので反町民の状態で街に入れるっていうようなイメージですかね。飲食店を狙えっていうのは目から鱗でした、移住されて開業された方が多いので、そうですね、同じ人なんですよね。最後にこれからラクラ不動産のエージェントとしてご活躍いただくので、はい、エリアが決まって、具体的にその地で住む不動産を探したいというふうになった時に、はい、不動産という観点では、はい、エリアによって不動産特徴、はい、特色全然違うと思うんです、ね、価格帯も札幌とこの辺りでは全然価格帯違いますよ ね、 すね。不動産選びというところで何か気をつけておくといいこととか、はい、アドバイスはありますか。先ほどちょっと移住というところでお話ししたんですけども、はい、まずはどこに行きたいかというところと、うん、例えば一つ札幌といっても、うん、中心部あれば丸山とか東京でいう代官山みたいな小洒落たエリアがあるんですよ。そういう感じなんですね。公園あたり、そうです、北海道神宮とか、そうですね、そういうイメージが昔からもあったりするので、うん、やっぱ当然ながら地価が高かったりとか、うん、空き物件も買い手がつきやすいので、うん、ブランディングされてるっていうところもあって、うん、物件数もそれなりに多いとはいえ、うん、やっぱり高い、その中で本当に手頃なものっていうのは、はい、きっと足が早いんでしょうね。そうですね、うん、皆さんともなく見られてると思うので、うん、すぐに問い合わせが入って制約してしまうっていうケースも多いと思うんで、うん、反面札幌も非常に大きいので少し離れて厚別区とか、うん、少し東寄りのエリアになると、うん、十分札幌の恩恵だったりとか、うん、札幌のステータスというか、うん、そういったものも得ながらも、うん、少し土地が安かったりとか物件が安くなるので手に入りやすかったりとか、うん、手に入りやすいっていうことは結局のところ人気があったりするんですけども、うん、そういった視点でいろいろ見ていかれた方が、うん、北海道はとにかく大きいので同じ旭川市とか北見市とか網走市といっても、うん、中心部と郊外では結構大きな差があるので、うん、そのためにも2度3度と訪れながら、ね、土地感と違いを体感するっていうことが大事なんですね、はい、そういう視野で探していくと、うん、思いもよらぬものに行き着いたりとか、うん、反面傾向が分かってくるので、うん、本当はここがいいけど予算に合わないので、うん、少し外していこうとか、うん、札幌地下鉄南北東西から走ってるんですけど、はい、北18条とか、うん、南条何条目とか、うん、すごく複雑なんですよね。ですよね、私もちょっと全然わからない、ね、そういったところも何度も足しげく通っていただくことで、うん、だんだん北海道独特な地名とか、うん、エリアの特性だったり、うん、そういうものに慣れていくっていうのがメリットがあるかなと思います、うん、でもそれはね、市ですらもくくれないっていうのは、特に不動産の投資、ご自分が移住してこられるわけでなくても、はい、そこはどんな方々が賃貸のニーズがあって、はい、行き来されていて、はい、不動産価格が相場としてどうなのかっていうのは、はい、地下鉄の駅が2つほどずれるだけで全然違うっていうことですよ ね、はい、すね、全く変わってきたりもしますし、うんうん、札幌中心部外れてより地方に行くと、例えばですけど路線価とかっていう部分で見ると、うん、はいはい、乗ってないエリアとかって結構あるんですよ、うん、じゃあどうするのってあったら、ね、自分で積極的にアンテナを張って情報収集していかないといけないので、はい、じゃあ実際坪単価いくらなのとかっていう話になると思うので、うん、あとはその地場にお知り合いを作ると、うん、情報の入り方が全然違ったりとか、札幌も広いので、うん、まあ、そんな中からいろんな情報を収集できるので、うん、まずはこちらに知り合い作るっていうのは、移住だけではなくて、うん、物件の取得とか、うん、投資ももちろんですね、うん、遠くにいればなおさら地元にそんなようなご友人を置くことで、うん、全くもって状況が変わってくるのかな思います。そういう意味でやっぱり橋本さんとは長い目で見た、はい、いわゆる友達というか、北海道に詳しい友人が一人いるぐらいの感覚でお付き合いいただきたいですよね。そうですね、当然ながら限りはあるんですけど、うん、ただこれまでやってきた移住に関わるものであったりとか、うん、空き家というところに言うと、うん、少なからずご相談に乗れる話もあると思うので、うん、ぜひ頼っていただきたいなと思います。
います。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はちょっと異色な北海道で移住するなら、そんなテーマで不動産のざっくりとした市況やエリア別の違いについて橋本さんに語っていただきました。これからもラクダ不動産の方では皆様にお役立ちのコンテンツを配信していきたいと思います。そして北海道情報もぜひ橋本さんも更新していっていただきたいので、はいはいはい、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。今日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。